よく来てくれたわね。どうも。早速だけど挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね。店主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水陣を起こして何をするの？ケージの準備だ。俺が水陣の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。でも帝国が負ける分には問題ないよな。面白いこと言うじゃない。帝国の敵対役を探してんじゃねえのか。深いところまで読むわね。でもその前に押さえておきたいことがあるの。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。仕方ねえな。協力するわ。素直ね。よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね。飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、教頭の契約を結ぼう。教頭？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。わかった。首相として市民を守れ。父親に似てるわね。どうも。道は間違ってないと思うわ。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ。
面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレギスが死んで、クリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる？帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援とは？敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカを？もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。ああ、作戦はそっちも。もちろん。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する、私のメッセージ。
こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指す。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。おう、任しとけ。始まるんだね。向かってる。儀式はもう始まってるってことか。多分な。水陣を守ってやらなきゃね。やってことかよ。
これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけだ。命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。そんなことは分かってんだよ。分かってねえ。イグニスは何のために傷を負った？やめろグラディオ。どこの世界にこんなだらしねえ王様がいる。めえ、やめなよ。全部分かってんだよ。全部だったら腹くくれ、この大バカ野郎。あ、ノクト、ほっとけ。もうすぐ到着するよ。
アコルド政府は一月後に起きた大災害を水神の怒りとし、ルナフレイマスも、まあ、そうだ、まだ見つからねえってな。せっかく王冠が見たのに。食堂車に行かないか。気になる女の子見たいだけなんじゃない。違うって。お腹が空いたんだよ。カルタナティカって何かあったか。さあ、でもしばらく停車するそうだぞ。他はもう次の駅か。みんなで行けんのかな。
鉱山の探検会、ここで準備してってくれ。またよろしくな。いらっしゃい。大した品はないけど、何でも買っておいき。じゃ、行ってらっしゃい。エレベーターで降りた先、鉱山なんだって。お墓ってその先なのかな。二人は食堂に行ったよ。あれ、列車ホテルって言うんだって。そろそろ行くのか。自分で何とかする。安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。もし戦うなら気をつけよう。ああ、分かった。
無理すんなよ、イグニス。足は悪いぞ、転ぶなよ。ああ、気をつける。きつかったら待っててもいいからね。おい、王様、後ろの速さに気を配れよ。うっせえ、分かってるよ。
邪魔をしたか。いや、そういうんじゃなく、墓はこの下か。イグニス、足元。ああ。なんだこりゃ。え、これ進める？道が塞がってんじゃないか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。これでいけそうかも。動かせるか。これか。おい、止まってんぞ。なんで。こういう場合、予備電源起動してくださいって小屋に鍵があるらしいよ。気遣えって。
無駄に戦いたくねえ。分かってるよ。一人で進むな。
今日の写真一応見る？いや、そんな気分じゃない。悪い。うん、そうだよね。じゃ、みんな行こう。イグニス、大丈夫？ああ、大丈夫だ。のんきに構えんな。何かあった？見つけたか？これだね、鍵って。予備電源は？起動装置の近くにあるって書いてあった。じゃあ行くか。役立てなかったな。無理に動かれるよりはいい。慎重にやれよ。いちいちうるせえな。成功か。よし、あともう一つ。
二つ目。さっさとあれを動かすぞ。電源が切れちゃ終わりだ。分かってるし。開いたか？そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。おい、このまま行って王の墓に入れんのか？なんだよ。顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前、旅を続けられんのか？やめたいとも思ってるよ。王様優先でどんどん犠牲が出るかもしんねえだろ。俺はもういい。悪いな。さすがにそいつは聞かなかったことにする。開いてるな。おお、うまくいってよかったね。ああ、でかい洞窟。墓所はまだ先か？待ってるか？
簡単に言うんじゃねえよ。言ってねえし。ここなんか匂う？イグニス、滑んないようにね。何これ？卵か。この後ろに何かありそうだけど。
動くぞ。一つ試させてくれ。やったか。倒したよ。イグニスのおかげだ。助かったぜ、イグニス。本当ありがとう。死ぬかと思ったよ。いや、たぶん王様は言葉もねえのか。とにうるせえな。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。おお、扉だ。こんなとこに墓作んなよな。さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。待ってくれ。お、どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが面倒見らんねえって話じゃねえ。なら決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないならその時は自分で諦める。どうなんだ、王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。グラディオ、今ノクトに必要なのはそれを考える時間だ。分かったよ。だが危険なことには変わりない。気緩めんな。やっぱりテネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。準備はいいか、ノクト。テネブラへか。ルナフレーナ様の故郷だね。
さて、また列車の旅だな。次はテネブライか。もうご乗車になりますか？ああ、頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。何かあったら言えよ。だね。隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まれねえって？死なれたら困る。直球だな。列車の旅もいいな。ああ、帝都に着いたら運転はお前か？二人に聞いてみ。レガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃあな。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが、うん、帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最小の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。いい。足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ？人探しだ。気になることがあってな。おう、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに。一日夜って？大げさだとも言えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出てしかりだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも誰かはその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、分かった。行ってくる。ああ。すごくないこの景色。ああ。
ってんだ。わけわかんねえな。本当すごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くない？こんなの普通想像つく？俺的にはありえないっつうか。ここで何してんだよ。何突然。落ち着いてよ。びっくりした。うせ。ちょっと。なんで？それ本気？あった。てめえふざけんな。あのさ、ノクト。くそ、あいつ。嘘だろ。顔怖いよノクト。冗談だよね。もうやめようよ。そういうのよくない。他の人にも迷惑だしさ。ふざけるのはもう冗談なんかじゃねえよ。もう本当に俺を殺す気なの？当たり前だろ。もう逃げらんねえ。何が目的だ。ずっとうろうろしやがって。てめえのせいで。どういう意味それ。俺のせいだって本気で言ってんの？本気に決まってったら今さら言い逃れすんのか。言い逃れって。待ってよ、本当に頼むからちょっと話しよう。黙れ。ノクト、大丈夫？今、アーデンか。え、アーデンって？じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな。何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。ああ、